半間家の本家の本物の貴族の半間岩先生です。人間のことを言っておりましたけれども、人間はですね、義務教育もテレパシーでカンニングしてて、義務教育も卒業してる人は誰もいないと、私だけしかいないということを説明しましたけども、それは本当ですね。で、またね、人間は話したり聞いたりすることは全くできない生物ですってね。団体の頭、お互いの頭、情報を聞いてね、テレパシーね、ただ脳はですね、で情報を集めてね、代表として話すと少し技巧のような感じで話すことができますね。話したり聞いたりすることができます。ただその話してる本人は意味不明です。全くね、全く分かんないで、ね、ただ情報をもらってね、頭にもらって話してるか、700年後に分かるかって、少しは分かったということで、これはっきりして喋ってるというふうなことで話しますね。で、ただし人間の話、その無能だからね、聞かないっていうわけじゃなくて、たくさん人間100億人とか頭を入れて情報で、ね、話してる場合は、知識がある場合がありますね。ですからそれに対抗して聞かないとダメですね、人間の話、ね、で単独だけの意味不明な話っていうのは多いですけど、それ単独行動でね、団体でそれで聞き取れるかですね、で団体で正確な知能で話ができるかで対応はできるわけですけども、意味不明じゃ本当はこちらが分析しないといけないんで、すごい浪費がかかるんでね、それでね、話しかけられてもこちらの分析が大変でお金がかかるわけですね。1人その1秒で話したものを1億円かかるわけですね。そういう質問は断ってるんだけれども、ちゃんと団体で知能を使ってちゃんとした意味ある話でね、うすらぼけた話、意味不明な話、分析しないと分かんない、その分析が1秒聞くのに1億円もかかると、そういうことで話してくるのは全部妨害ですね、仕事の妨害、こちらの動きの妨害でやってることですね。でちゃんと意味ある話ね、内容、知識がある無能な話じゃないというのは、人間の場合は団体の頭を借りて話すしかありませんのでね、非常に不便ですけども、話したいと言って一人で話したいって言ってこっち話したってめちゃめちゃなんで、話してることにならないわけですね、全て妨害ね、矢尻ですね。ですのでね、この辺は注意しないといけないことですけども、そういうのは多いけども、単なる誰でもそうですけども妨害ね、になるわけですね。大事なのは、人間は話したり聞いたりすることはできないから無視するのでなく、人間団体で知識を持って集めて情報を得て話してる人は聞かないとダメだということですね。正しいか正しくないかこちらでね、聞いてあげるということは大事なんですね。で、またはこちらに大事な情報を伝えてることもあるわけですね。ということでね、人間というのは猿と確か変わんないですね。犬なんかと全然変わんないです。ただ今日は肉食だから道具を使ってね、肉を食うという生物なんで、非常に怖い危ない生物ですよね。で、人間というのはね、宇宙生物にコントロールされてますから、
人間にコントロールしようとしてもダメなんですね。上の宇宙生物ね、人間をコントロールする宇宙生物がいまして、強い頭のいいね、それにそれと話をして人間を、操作すると、ね、いうことになるんですね。全く上の人間動かしても上の強い力、知能の生物に操られますから無能なんですね。全く無能になります。ですからここからここまで配達してくれって言ったってね、途中で上の知能の生物が操るといきませんから、ね、だから上の生物ね、をコントロールする必要があります。ちょっとすみません、時間が。